よし、渡っていきましょう。遠いな、これ。めっちゃ遠いよ。さあ乗るときに間違えたんだよね。旧、東名の方に乗って行っちゃったからね。新東名ってさ、ちょっと違うんだよね。そう、あの橋をさ渡るんだよ。これさ、ほぼほぼね、この橋通ったことないんだよね。おお。時刻は8時半だね。8時半に高速乗りました。向かい風きつ。はね、もういきなり高速に乗って新東名行きます。それで今日の目的地はね、静岡にあります島田市のところの、まずは、SL 新金谷かな、駅の方に向かいます。で、新金谷の方を、まあ、駅でちょろっと写真撮ったら、今度はね、すぐ近くにある橋なんですけれども、宝来橋、木造の橋で、世界一長いっていうやつかな、日本一か世界一かちょっと忘れちゃったけども、そこのところへ行って木の橋をね、渡りたいなと思います。あれね、お金いるんですよね。まあ、歩いて渡るわけなんだけども、100円払ってね、だいたい900メーターぐらいあるんだけど、ただ行って帰ってくるだけなんだけどね、木の橋をね。で、欄干だとかそういうのもないから、意外とね、水かさが増えるとちょっと怖いんだけど、まあまあ、風情があってね、昔の、木の橋ですね。そこへちょっと行ってみようかなと思っております。今日もね、見ての通り天気良くて、非常に快適な日であります。でね、前回ちょっと高速は乗ったんだけども、これ2回目の高速でね、風バンバン吹いてますけれども、一応レベルね、これ意外と風当たってる割には安定した走りでね、いいんですよね。で、今日ちょこっとお伝えしたいのがハイウェイペグですね。もう前回からかなり右足の方がね、膝が、悲鳴を上げておりまして、なんとかしたいなということで、ペグ、ハイウェイペグを注文いたしまして、やっと届いて、今日ね、初で、右足ね、ちょっと乗っけて、あー、足が楽、右足楽、右足が伸びてるよ、伸びてる膝が。これをね、ちょっとやってみたかったんですよ。もうね、右足がね、爆発してるので、ちょっとこう乗せてまっすぐ伸ばすだけでね、しばらく長距離は安定して膝が持つと
ということで非常に楽なのでね、これを今日はご紹介したいと思います。でそれとね、もう一つあるのが、後ろにありますシートバッグ。シートバッグね、この間買ったばっかなんだけど、もうわずかね2週間で、チェンジいたしました。というのはね、ちょっとポチるときに、格好だけで、注文してしまいまして、機能をね無視して買ってしまったので、こいつはいかんなということで、改めてこんな感じのねシートバッグに、変えてみました。大きさは若干横幅が広いからね、パニアケース開けるときにちょっと引っかかるんですよね。まあそれはしょうがねえなと、もう最初から分かっておりまして、まあ何が一番本当は欲しかったのかというと、僕はバイク乗るときも普段もメガネかけてるのでね、メガネをね取り外さないといけないんですよ、ヘルメットかぶるとき脱ぐとき。でその時にメガネをねいつもシートバッグの上にちょこんとこう乗せるんですけど、その乗せる時に前回のシートバッグだとね滑っちゃって置けないんですよね。だからちょっとシートバッグの上にこう乗せたいと言った時に、今あるやつはドリンクホルダーがね左右に2個ついているので、そのドリンクホルダーにね、メガネをポチョンとこう入れてこう落ちないようなことをやりたかったんですよ。でそれを思ってたのに別のやつを買ってしまったから、改めて、シートバッグ買えました、ね、だからそのドリンクホルダーの中にメガネ突っ込めば、滑って落ちることないのでね、これをやりたかったんですよ。ただそれだけなのに無駄買い5000円ぐらいやっちゃいました。高さはねそんなに変わらないんですけれども、横幅が大きい分ねちょっと引っかかると、まあまあ良きに計らえで、前のね、シートバッグは車の中に収めて車専用にしてあります。車で何を使うねんっていう感じですけどもね、まあこれで今日のお知らせとしては、ハイウェイペグつけたのとシートバッグを新しく買い替えましたということであります。はい、あと4キロぐらい、SL 予約者優先駐車場って、ここら辺か。 SL お客様無断駐車禁止、職員専用、あ、SL か、本日お休み。地鉄沿いのまっすぐ1キロぐらい行けばなんかありそうです。いやー爽快爽快、
河川敷の公園ですな、これはね。あ、右手の方になんかそれっぽい、古い橋が見えてきたね。じゃないんだよね。これの向こう側なんだよね。では蓬莱橋、よいしょ。今日の目的は達しましたな。122キロか、ここまで。なんだか行けそうな気がする。よし、行けるでしょ、このまま帰っちゃえ。ねえ、はい、ということで今日はですね、静岡の島田市の方までやってきましてですね、新金谷駅ね、SL が走っている、大井川鉄道のところね、ちょっとトーマスはね、隅っこの方までしかちょこっとしか見えなかったんですけれども、一応横顔をね、ちらっと撮ることができました。あとはね、ここの蓬莱橋、世界一、長い木造のね、橋ということで 897.4m あるそうです。ギネスにね、登録するとかなんとかで、役なしと、役がないということで、まあ向こうの岸までね、渡ると厄払いができるという意味だそうです。まあ、多くの人がね、木の橋をね、渡っておりまして、まあ足元見ると結構ね、老朽してるんでね、通行料金は大人100円かかります。今日はいい天気でもう汗だくであります。さあ、これでまた高速に乗ってね、帰りたいなと思います。はい、本日
日もご視聴いただき誠にありがとうございました。バイバイ。イエーイ。安全運転でね、帰りたいなと思います。はい。